なんですかね、敗因ですよね、なんですかね、覚えてないんであんまりまだわからないですね。始まってろを3発ぐらい蹴ったまでは覚えてますけど、もう入場したことも覚えてないですし、終わってどうやって帰ってきたか覚えてないです。まあ、トランクス作ってもらったりね、いろんな人にこう旗に、メッセージ書いてもらったりして、いろんな人に力を借りたのにこういう結果だっていうのは、自分としてはすごい情けないというか申し訳ない気持ちですね。申し訳ないですね。覚えてないくせにあれですけど、もうちょっとやりたかったですね。多分もっと楽しんでやれたら面白かったんでしょうけど、僕も勝たないといけなかったんで、強かったと思います。でも僕はあまり覚えてないですけど、はい。そうですね、今まああんまり自分で自分の状況が分かってない状態だと思うんで、まあこれからどう生かしていくかってことも踏まえて、考えていきたいと思います。そうですね、まあ、この試合に向けてもう全てをかけてやってきた人間なんで、今日がダメだったら明日も来年も大晦日もないんで、今は何も考えられないですね。申し訳ないですけどね、はい。まあ、本当応援してもらった人たちに申し訳ない気持ちでいっぱいですね今は、はい。始まってローを蹴ったのと、相手がハイキックを蹴ってきたのと、まあ、練習した蹴りからのパンチを何発か打とうとしたぐらいですね。あとはもう覚えてないんで、終わってセコンドの方に聞いてどうなったよっていうのを、まあ、知らせてもらっただけですね、はい。終わってですか？ああ、分かってないと思います。笑い事じゃないんでね、負けたら。で、まあ終わって負けたんですかっていうことはセコンドに聞いたと思います。はい。まあ、ありきたりな答えになりますけど、この試合に向けてやっぱりやってきたんで、まあ、今後の課題っていうのもまだ見つけることはできてないんで、まあ、うかつには答えれませんね、はい。すいません、ありがとうございました。